どうも、星郎です。はい、今日語っていきたいのは欅坂ラストライブと桜坂の誕生、これについてちょっと語っていこうと思います。テーマね、静と動ということで、欅坂のねラストライブ、まあラストというか実質ファイナルですよね。なんとか2日間ともねフルで生で見れましたが、まあ本当に集大成というか、これ最初に言っちゃうんですけども、言っちゃうっていうほどのことじゃないけど、最初に言うけど、平手友梨奈のイメージを完全に壊したなと、壊して終われたなと、完璧な終わりを飾ったんじゃないかなっていうのが僕の正直な感想ですね。まあ、平手友梨奈さんを超えるっていうのは、まあちょっとあまりにもね相対的な話というか、それは平手友梨奈さんをどれくらい好きかっていう、そのファンの人によっても違うし、欅坂を知ってるけど別にアイドルオタじゃないっていう一般のねファンの方一人一人の平手さんの印象によってもまた違うと思うんですけれども、僕のイメージとしてやっぱり最後ね、破壊、破壊と再生のグループだったっていうのもあるし、最後の最後にやっぱりこうテチのね絶大なイメージっていうのを乗り越え、超えてね、破壊して終わってほしかったんですよ。本当にぶち壊して終わるっていう、ぶっ壊れるっていう終わり方、これをね僕ちょっとね望んでたんですよね。結果的なんでには、僕は本当にメンバー一人一人のねパフォーマンスも目に焼き付けるように見たんですけれども、もう超えたなと、まあもちろんね平手友梨奈さん、テチはほぼじゃない、全表題曲のセンターをやってるので、まあ一人でねあれほどのパフォーマンスを成し遂げたっていうことで、まあ当然メンバー総力で、やっとテチのイメージを破壊したんじゃないかなっていう感覚ではあるんですけれども、やっぱり、小林由依さんと菅井優香ちゃんね、初日2日目で特にまあ目立ってた1期生では、2期生はまあ森田ひかるちゃん、ルンルン、まあ言うまでもなくね、次期桜坂46ファーストシングルのセンターとして選ばれてるわけなんですけれども、まあ1期生っていう意味ではまあ初日は特に小林由依、とにかく小林由依、いろんな、表題のセンターをしていたし、まあ、あとハブちゃんとかもね、非常に目立ってましたけれども、まあ、小林由依のねもう恐るべきパフォーマンス、またテチとはちょっと違ったね、解釈、エネルギー、パワー、テチは本当に完全憑依っていう感じでしたけど、ユイポンのはユイポンも憑依してるんだけど、でもやっぱりこう小林ユイっていうそのエッセンス、小林ユイのまあオリジナリティみたいなのがやっぱり残っていて、これユイポンっていう感じのね、パワー、これをやっぱ秘めてる、テチとはまた違ったねものすごいエネルギーのパフォーマンスだったなと思いますね。特にもう黒い羊やばかったですね。はい、黒い羊はね、最後ね、最後彼岸花をね持った、まあ、主人公僕がねどうなっていくかっていうところがね、まさかのね今までの黒い羊とは違う解釈で終わったりするんですけども、そこがまたねユイポンっぽいというか、逆にユイポンポジションだったところにはリサが入ってたんですけれどもね、まあ一期生のね人気ツートップというか、まあユカもそうですけど、まああと不協和音はすごかったですね。まあユカだろうとは思っていたけど、もうガチのねやばい不協和音でしたね。まああの辺もやっぱりテチを超えたって、まあ簡単に言うとね、もうほんとみんなに怒られちゃうんだけども、セカンドアニバーサリーの時かな、もうユッカーがね初めて代打やったんですよね、不協和音。あの時の僕は嫌だもう相当なもんで、僕正直テチの僕は嫌だより印象に残ってたんですよね、ユッカーの僕は嫌だ大絶叫というかね、デスボイスみたいな、で最後ね、どんな僕は嫌だが出るんだろう、まあみんな見ますよねそこ、すごかったですね。方向ですね、日本中に響き渡ってたんじゃないですか。57万人だか30万人だかね見たっていうんでね、すごかったですね。はい、まあ、初日は本当に欅のね欅たる、最魔女から始まって不協和音を挟んで最後黒い羊っていうことで、エキセントリックとかね、もう本当に欅のすごいダークなイメージのところ、まあそれが静、動と静の静を司ってたと思うんですけれども、
まあ、初日ね、ものすごい濃厚な、これまでの欅の終わりを感じる初日でしたね。はい。で、2日目がドと静のドということで、まあ、明るい曲とか、めちゃめちゃ踊る曲、まあ、風吹かとか、ガラワレとかね、まあ、ちょっとユニット曲、新曲のユニット曲とか、あと、幻のナインスシングルの、10月のプールに飛び込んだとか、最後のシングルになった誰かねとかね、入っていて、僕はまあ破壊が初日で破壊が終わって再生というか、ここから新しい桜坂に向かってこう一気に破壊してゼロから一気に駆け上がっていくようなイメージを2日目の銅のライブで感じましたね、うん、で特にやっぱり菅井優香ちゃん輝いていましたね。はい。初日の狭山城はゆいぽんセンターで、2日目の狭山城もうユイポンかな、ユイポンだったのかな、ちょっとごめんなさい忘れちゃいました。2日目の狭山城のセンター忘れちゃったけど、最後そのサイレントマジョリティをやるっていう MC をしたのがユッカだったんですよね、うん、もう初日もそうだったかなちょっとねもう忘れてしまいましたね。はい。あのぜひね、あの DVD というかブルーレイというかね、円盤化してほしいですよね、ラストライブね。うん、本当に、まあ、新曲とかも多くてね、2日目はマジでその桜坂の方に走り抜けていく感覚すごい強かったし、最後の最後でね、欅坂が終わってその瞬間を目にして、そのままね見届けていたら今度桜坂に生まれ変わる瞬間までを、ファイナルライブでやりきったわけですけども、桜坂46の、ファーストシングルですね、はい、これ、まあ、お披露目されたんですけども、まあ、イメージとしては、意外にも、欅のなんか強い曲、それこそ10月のプールに飛び込んだとか、そういう、ガラスを割れとかね、そういう流れの強めの曲でしたね。うん。まあ、かといって暗いイメージもなく、すごい前向きに、強い。後ろ向きに強いっていう感じじゃなくて、前向きに強い。オラオラ系っていうんですかね。うん。俺様が、みたいな。オラオラ、みたいな感じで、で、そういったすごいアグレッシブでまっすぐなね、強めの、ハイテンポの曲に、森田ルンルンのね可愛らしい顔を知っている割にえげつねえパフォーマンス力というかえげつねえ表現力、ものすごい顔の表情とかねっていうのが、まあ、見られて、でそこと今度さらに桜坂のその真っ白い衣装とのまたギャップがあるんですよね。真っ白い衣装、つまり乃木坂46でいうシンクロニシティみたいな衣装で、スカートひらひらでやってる割にめちゃめちゃオラついてるわけですよ。でもこのすごいギャップがものすごいなっていうところが、まあ衝撃的でしたけども、まあ楽曲とかのイメージについてはね、割と欅っぽいなっていうところがちょっと意外でした。うん。なんかてっきりやっぱりみんなもね、そう思ってたんじゃないかと思うんですけども、ちょっとああいう二人生存系の路線に行くのかなっていう、ちょっとそういう予想もありましたよね、正直。うん。まあ、ただ、僕前の動画でも言ってるんですけれども、もう日向と乃木坂っていうのがある状況でね、ここであえてね、また乃木坂みたいな、こう、清廉潔白なね、すごい清涼感のある清々しいアイドル曲を、まあ、やったところで、後はないと思っていたので、うん、まあ、ちょっとね、様子見も兼ねてるのかなとか思いつつね、うん。またちょっと、桜坂46目が離せませんね、というところで、本日はラストライブ、初日が生、これで欅の終わりを感じた。そして小林由依の覚醒。まあ、覚醒してるけど、二日目、銅。ここで、破壊された欅坂が桜坂に向かって一気に走り抜けていく感覚を感じたっていうところと、桜坂46ファーストシングル。意外にも強め路線で欅っぽかったけども、センターのね、森田ひかるちゃんのイメージとか、衣装の、真っ白い衣装とその強めの楽曲ね、このギャップに、まあ、非常に興味を惹かれたというところで、本日のお話を終わりたいと思います。ありがとうございました。